物言わぬ唇に息を吹き込んで、今宵あなたは蘇るあの頃の姿で。この体あなたに助けるわ。白服の医者がさつやいた迎えに行くよ。白肌の娘は朽ち果てた世界の誰にも見捨てられ、白服の医者は哀れんで誰も知らない場所で眠らせた。朽ちてもまだ美しい顔で二人しかいない霊廟で、医者は恋をした。それは永遠の恋が禁断の恋か、また会いたいと願うだけ、それが罪なのでしょうが、物言わぬ唇に息を吹き込んで、今宵二人は結ばれる、祝福もされずに。破れかけた腕に絹の綿を、臆された内臓に目のガーゼを、宝石で飾った白いドレス、朽ちゆく旅取り繕うて恋を歌って、また医者は手を染め続けた。作り上げた医者は弁爆を叫んだ。これは永遠の恋だ、彼女の願いだ、死に行くと決めたお前らが見捨てた女じゃないか。悲しき花嫁、物言えぬままで、今宵二人は裁かれる、彼女を見捨てた人たちの正義で、正しいのは誰？